5月タイ人、9月日本人と今連敗中なんですけども、まあ、ホースカップっていう愛着のある舞台で再起を図れるっていうのは嬉しいことですし、期待に応えられるような試合をしたいなと思ってます。まあ、サウスポーとプロに入って試合をするっていうのは初めてなんですけども、まあ、岡山に強い選手がいるっていうのは知ってましたし、まあ、いつかやる対戦するやろなって思ったんで、まあ、倒すイメージは十分できてます。まあ、あんまり深く考えたことはないですけども、生活の一部っていう感じです、まあ、ほとんど毎日いるんで、もう家みたいなもので、ここに入ってなかったら今の僕はないと思うので、自分の会長含め、皆さんには感謝します。僕の武器は KO できることです。でもただ最近ちょっとしょうもない試合が続いているので、ここで勢いになった自分を取り戻したいなと思っています。今の僕がライバルとか言える立場じゃないんで、一戦一戦組んでもらった相手を倒していくだけです。今年に入って1勝2敗で、その1勝も判定で、不甲斐ない試合が続いているんですけれども、それでも応援してくれる人がたくさんいるので、その人らに喜んでもらえるような試合をしたいなと思っています。まあ、ここは目標、まあ、名実ともに日本トップになりたいという思いは変わらないんですけれども、まあ、一戦一戦相手倒していって、ベルト巻いてもう一回応援してもらっている人に、喜んでもらいたいなと思っています。まあ、今回勝ちたいっていう気持ちはもちろん強いんですけれども、それ以上に、激しい試合をしたいと思ってます。やってる自分も見てる方たちも、みんな手に汗握るような試合をしたいなと思ってます。激しい試合をして相手倒しますんで、まもたき戦闘見てください。